皆さんこんにちは。本相撲協会の下下貴乃花親方に対する理事会に対して理不尽であると批判したことが話題になっている藤田典子さんについて今回はご紹介していきます。藤田典子さんの若い頃が美人だったと評判されている反面、ネットでは顔面崩壊したや過激な性癖について取り上げていきたいと思います。まずはじめに簡単なプロフィールからご紹介していきますね。本名藤田典子、生年月日1947年9月7日、70歳、出生地大分県大分市、血液型 O 型、職業女優、タレント、著名な家族、長男花田勝、第66代横綱3代目若乃花、次男貴乃花、第65代横綱現貴乃花親方、孫花田雄一、次男の息子となっています。かつては映画やドラマに出演する端役専門の女優として活動していました。若い頃から小竹映画やドラマに出演し、専門の女優として注目を浴びていました。しかし1967年に映画メスがオスを食い殺す3匹のカマキリに出演して以来、短いセリフのある役を演じるようになり、一部で注目されました。端役ではあったものの、これまでとは違いセリフが与えられたため、世間にも藤田典子の存在が浸透していきました。さらに1968年に公開されたフランキー堺さんの映画喜劇大安旅行では無賃乗車を疑われるシーンで、世間の男性の目を釘付けにする大胆な演技で注目されました。そんなに疑うなら調べてよというセリフを発しながら、自分の手でスカートをまくり上げるお色気シーンが印象的でした。また10代の頃からクラシックバレエを習っていたため、体がとても柔らかく火の打ちどころがないほどのスタイルだったことから、当時の花田典子さんは和製マリリン・モンローと呼ばれていました。当時のことを藤田典子さんは、ボーイフレンドは常に10人以上はいたと語っているように、モテまくっていたようです。この美貌に男性が寄りつかないはずはありませんね。若い方の中には違和感を覚える方もいるかもしれませんが、当時の時代背景的には複数の男性と交際した経験を芸の肥やしにするといった時代でしたので、この件に関して世間からバッシングを受けるということはほとんどありませんでした。当時から絶世の美女として人気が出始め、女優としていよいよ本格的に活動をしていくのかに思われた1970年10月に芸能界を引退します。引退理由は結婚でした。お相手は当時幕内力士として人気急上昇中だった角界のプリンスこと貴乃花でした。1970年に当時人気の幕内力士だった貴乃花と結婚して二児を設けて芸能界を引退します。1971年に長男花田勝さんを、1973年には次男貴乃花浩二さんを出産しています。それ以降は記憶に新しいという方も多いと思います。若鷹兄弟の母として、双子山部屋のおかみさんとして角界に多大なる貢献をしてきました。2001年に不倫疑惑が報道されて離婚することになり、芸能界に復帰します。現在は女優、タレント、コメンテーターとして活動中ですが、相撲部屋の元おかみさんという立場から大相撲に関するコメントを求められています。現在は長男の勝氏とは交流があるものの、貴乃花親方とは絶縁状態にあります。2016、2017年頃にテレビ番組に出演した頃と失礼ながらにも顔に変化が現れています。その原因としては以前から整形疑惑があったりしましたが、その噂はどうやらガチのようです。どうやら整形のしすぎで顔が変わってしまったのでしょうか。このことについて貴乃花親方も顔面崩壊したようだ的な発言をしていたとかいないとか、若い頃の画像を見るとものすごい美人なのがわかりますので、
皆さん検索してみてください。もともと美人さんなのに整形していたというのは、年老いていくことに対して綺麗でいたいという思いからだったのでしょうか。藤田紀子さんには整形疑惑がありますが、本人は特にコメントしていません。しかし70歳を超えても若々しい美貌を保っており、アンチエイジングに積極的に取り組んでいることは知られています。ボトックスやヒアルロン酸などの手術を受けていると言われており、顔のパーツが一部異常になってしまっているとも言われています。ただし完全な真相は不明です。藤田紀子さんも現在は70歳なので、老化による劣化があったとしてもそれはやむなしといったところでしょうか。また本当かどうかは分かりませんが、ピースの綾部さんとの交際も噂されていましたが、ピース綾部さんは以前ガチで藤田紀子さんが好きだと公言していましたので、ネタでなければ熟女好きは本当なんでしょうけど、でも自分の息子よりも年下の男性を惚れさせる藤田紀子さんは、年老いても本当は美人さんなのではないかと思います。ではここで藤田紀子さんの浮気疑惑と DNA 鑑定について深掘りしていきましょう。長きにわたって双子山部屋の女将さんとして部屋を守ってきた藤田紀子さんですが、2001年に浮気疑惑が巻き起こります。巡業等で部屋を留守にしている間、巡業先から定期的かつ頻繁に電話連絡をしてくる双子山親方高野花俊明さんに嫌気がさして浮気に走ったと言われています。2001年に浮気疑惑が報道され、藤田紀子さんと輪島浩二さんの不倫関係が噂されました。藤田紀子さんと輪島浩二さんは双子山親方こと高野花俊明さんの親しい友人であり、頻繁に交流をしていたため何かしらの関係があったのではないかと言われていました。よくある普通の関係と言ってしまえばそうなのですが、輪島浩司さんは双子山部屋にもしょっちゅう遊びに来ていて、時には宿泊することもあったようですので、藤田紀子さんとの間に何もなかったとは言い切れません。初めて藤田紀子さんと輪島浩司さんが出会ったのは、元夫で5年に亡くなった高野花親方との初デートの時だそうです。新橋の喫茶店で待ち合わせ、その時親方が連れてきたのが当時は日大相撲部で学生横綱だった学ラン姿の輪島さんとのこと。肩幅が広く衣装掛けが来たかと思ったのを藤田紀子さんは今でも覚えているようです。そこからデートをするたびに輪島さんも同席し、支払いの時には輪島さんが高野花親方のお財布を持って堂々と払ったといいます。面白いことを言っていつも藤田紀子さんを笑わせてくれたようで、同級生みたいな感じと言っていました。なんと藤田紀子さんは輪島さんがいたから私たちは結婚できたとも言っているようです。これにどのような意味が含まれているのか、真相は闇の中ですね。長男花田勝くんが3歳くらいの時には静岡の巡業先までリンカーンに乗せていったこともあったくらい近しい関係で、どっちが旦那って感じですね。そしていつしかこの家族ぐるみの関係を深読みした人たちからこんな噂が立つようになりました。高野花浩二さんと輪島浩二さんは顔が似ているとも言われ、藤田紀子さんが高野花を出産した際には DNA 鑑定の噂も出てきたようです。高野花浩二さんの本当のお父さんは輪島浩二さんなのかもしれません。それくらい写真を検索してもらうと分かるように遺伝子がものを言っています。この件に関して当の藤田紀子さんは DNA 鑑定してこの噂が完全なデマであることを証明したいと言っていました。一方でこんな気になる情報もありました。以前は双子山部屋の金庫の中に高野花俊明小双子山親方さんの曲げが保管されており、部屋の関係者もそのことを把握していました。ところがある日を境に金庫の中に大切に保管されていた曲げがなくなってしまったということです。そしてそのある日というのが藤田紀子さんと輪島浩司さんが
不倫関係にあったのではないかという報道が出始めた日なのです。もうこの段階で完全に白とは言い切れませんが、曲げがなくなってしまった以上、和島博さんと貴乃花浩二さんの親子関係を DNA 鑑定することは難しい状態です。藤田紀子さんは双子山親方、貴乃花俊明との離婚理由を、それを言えたらいいですけど絶対に言いません、明かすことはできないと語っています。先ほどの曲げ紛失騒動に何か関係があるのでしょうか。しかし具体的な証拠がないため、藤田紀子さんは浮気疑惑や DNA 鑑定の噂を一貫して否定しています。ですが藤田紀子の子供貴乃花と若乃花は異父兄弟という噂もまた世の中を駆け回りました。貴乃花浩二さんと花田勝さんが異父兄弟だとの情報の出どこは、元プロ野球解説者の佐々木真也さんの講演会での発言からだそうです。佐々木真也さんがある講演会で言った発言は以下の通りです。若鷹は本当の兄弟ではない。この根拠のない不用意な発言により噂が大きくなってしまい、最終的には佐々木真也さんが双子山親方等に謝罪をすることで事態が収束しました。しかし浮気相手とされているのが藤田紀子さんよりも年齢が18歳年下の医師 M さんとの噂話もあるようです。 M さんとの馴れ初めは入院先の自衛隊病院で藤田紀子さんの担当医となったことだと言われています。ここでこれくらいで藤田紀子さんの浮気についてはやめたいと言ったところですが、なんと世間がドン引くような性癖の持ち主との熱愛が報じられたようです。その相手はなんと熟女好きを公言しているお笑いタレントのピース綾部裕二さん、藤田紀子さんと交際中という仰天情報が浮上しました。二人は30歳差熱愛疑惑騒動として波紋を広げました。双方とも熱愛を否定しているものの、いずれも嬉しそうに取材対応しており、何もないとは思えない雰囲気。テレビ共演したことがきっかけで親しくなり、そこから深い肉体関係までもに陥ったといいます。実は二人の関係の背景には報じられていない秘密があったそうです。綾部裕二さんに近い関係者は、綾部は夏に入って都内高級住宅地にある藤田宅マンションを頻繁に訪れています。双方の友人らが複数集まり、藤田の手料理を食べるなどして過ごすようですが、綾部が単独で藤田宅に行ったこともある。綾部は後輩芸人らに、藤田さんと一夜を共にしたらもう他の女とはエッチできない、最高の女だよと話していますと耳打ち。綾部裕二さんはつくづく女好き。藤田紀子さんもかつて18歳年下の医師との不倫騒動を起こしたことがある。ならばこのまま30歳差熱愛といくのが自然ですが、なぜかすんなり恋人関係になれない事情があるそうです。二人の知人の多くは、恋人関係に踏み切れないのは綾部のスカトロ趣味に違いないと囁き合っています。綾部裕二さんがスカトロ、つまり女性の代弁好きなのは有名な話。関係を持った女性にそれを要求するのは、綾部裕二さんとエッチした女性の何人もが証言しています。今回も綾部裕二さんは目の前でうんこをするよう藤田紀子さんに頼み、さらにはうんこを食べさせてくださいと頼んだと考えてほぼ間違いないでしょう。清潔好きでプライドの高い藤田紀子さんが男の前で脱糞することは考えられない。藤田は恋愛感情と綾部の異常性癖の間で悩み、ついていけないと困惑しているようです。ですがこの熱愛騒動はガチと見る向きも多く、藤田は好きな男性だけを家に招き入れ、かつ手料理を振る舞う特徴がある。綾部はまさにそのパターンと囁かれています。また綾部さんは部屋にある若鷹の写真が飾ってあって、その前でエッチするのは興奮したと語っていたとも言います。過激な性癖を持つ綾部に藤田紀子さんはついていけたのでしょうか。何回も訪問しているとの噂からついていけてる説が濃厚ですね。あの元和製マリリン・モンローがそんなえげつない性癖を持っていたとは唖然とするしかないですね。ではここからは藤田紀子さんの死期が近づいていることについて
新掘りしていきましょう。横綱白鵬と同じ病気になり、あの藤田紀子さんが、私はもう死ぬと話したと言います。蜂窩織炎という皮膚の病気で、よく足が剥がれてしまうんだとか。この病気は白鵬さんがなった病気で、力士の方が良くなる病気のようです。というか、太っている人が良くなるんだとか。足が腫れてパンパンになるそうで、花田勝さんもなったことがあるようです。ですが、藤田紀子さんは細いのになっています。さらに紀子さんの症状は年末から年明けにかけてひどかったようで、正月一緒に過ごしていた花田勝さんにずっと痛いと訴えていたようです。病院が開くのが1月4日以降だったため、藤田紀子さんはずっとスマホで病気について検索をかけていたようです。一番最悪の場合、私をもう死ぬと弱気になっていたことを花田勝さんらが語っています。いかがでしたか。今回は藤田紀子さんについて、浮気騒動やえげつない性癖、貴乃花の父親の真相についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。